皆さんこんにちは、暇人 A です。本日はついに、昨夜の覚醒進化が来ましたので、早速作って試してみよう、パーティー作ってダンジョンで試してみようっていう動画です。で、試すダンジョンなんですが、ちょうど極限ヘララッシュ来てましたので、こちらで挑戦っていうか試していこうかなと思っております。で、パーティーは光イカアリ2体、学生らと一緒ですね。で、アマテラス1のインドラ1です。で、アマテラスを入れた理由なんですが、4層目でベオク光属性吸収使うんで、そこで回復ドロップが枯渇した場合にアマテラスのスキルって助かろうかなと思います。2層目に出てくるヘラギスはバインドしてくるんですが、キリンがですね、バインド回復追加されましたので必要ないかなと思っております。で、しょっぱな、しょっぱなドロップない呼び込めたね。じゃあ軽く組んで、これ何倍で100倍なんですかね。8、9倍で81倍、ってことはあれですか、9コンボだ、10コンボで100倍ですかね。ヘラ出てきたんでドロップないんですね。カーリー打って補充しちゃいましょう。他は特に使用しなくてもいいですかね。光ドロップ結構多めにありますし、問題はこの次の落ちてくるドロップで回復ドロップが確保できるかですかね。そこで10ターン耐久しないといけないんで、じゃあ軽く、あー、どうしよう、あ、やっちゃった回復3つ来ましたね。どうしよっかな、 HP 満タンの方が安心できるんで、この回復ドロップも消しちゃいますね。さて、降ってくるかな。よし、3個か。回復力どんぐらいなんだろうな。なんか4000くらいに見えたけど、1個消しで。どんぐらいなの ?4039。結構回復してる。そして、早速回復ドロップ枯渇した。そして次の攻撃耐えれない。激減使うのここもったいないし、溜め直すの辛いんで、アマテラス打ちって、補充じゃ、あー、急げ。どうですかね。よし、いい感じに来ましたね。5個、合計5個降ってきたんですかね。しかもいい感じに。さて、これで4つで5000。おお、でかい。おー、バインドかと思ったら違ったよし、さて、おお、また大量。序盤は回復あんま落ちてこなかったんですかね。けどね、おーっと、これも回復しないとね、耐えれないですね。一攻消しでいいかな。4000いってるし、これで十分ですね。残りは4ターン。ラッキーですね。これで満タンにできますね。よし。OK。あー、つながって落ちてきたよ。もったいなかったな、今の。ちょっと噛んじゃった。また。これは回復消さなくても受けれるのかな。でも一応回復消しとこう。よしよし。あー、カーリーバインドされたったよ。されたったお。おーっと。お、毒、
削れないっしょ1だし。あ、これでラストですね。うお、うん、おお、ナイス回復。さて、インドラバインドされちゃいましたね。アマテラス打って外しちゃいましょう。次で使うんでインドラ。ああでも指針乱舞、いやー指針じゃないか、キリン乱舞だ。キリン乱舞はボス戦だろ。よし、アマテラス使ったし、これで。ああでも2体攻撃にすればよかったかな。ヒーお、ナイスナイスナイス、100倍、12コンボ、ナイス落ち込んですね今の。よーしよしよし、結構闇組まなくていいってのがいいですかね。覚醒ラーと違ってラードラとも違って、ね、あっちはあっちで144枚だからな。覚醒ラーとピカクかな大体は。インドラ先に打っておきます、ボス戦前に。でもうカーリー使っちゃったんでいきますか。なんかないい感じに分けれるのかな、キリンとラーで。いやーでも回復消さない方がいいのかな。いや闇を光に変えた方がいいか。いやでも欠損するっていう意味では大体一緒か。固定ダメージを取るか割合ダメージを取るかかな。あでも闘技場は安定しそうですよね。ラストでダンブ打ってポンポンで、これで 40% 減りますよね。 40% 減るのか減らないか。40、一応 40% 減るのか。であとはこうコンボ組んで100倍出して、100倍出す、出した方がいいよね。出してエンハンスは一応いりそうだけど、出してやれば安定するんじゃないですかね。ソティスもあの25倍で4つ消しの25倍で結構削れそうですし。いやでも倍率的には厳しいのか。いやコンボはあんましなければ意外といけるんだよな。あそこ落ち込んないこと祈れば大丈夫ですかね失礼しました。な感じですかね。結構使いやすいです。コンボも組みやすいですし、欠損はまあドロップリフレッシュとかカーリーとかですかね。あと挑戦、あれ佐護城だっけ、佐護城が確か降臨、あれカーリー、カーリーだっけ、あれカーリーかな、カーリーだった気がする。いやキリンかカーリーかどっちかだ、なんか固定色の陣だったはずだから入れればいいんじゃないかなと思いましたけど。じゃあそろそろこれでいいかな。今回の動画はこんな感じで終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。